外はいなかったもっとなの。コンビニの中入っても、なんか野菜の種とかが売ってて、種卵の自販機とか。卵の自販機賞味期限だから大丈夫なの。あ、入れ替えてる。しかも落ちてきた衝撃でなんか。なんかロッカーみたいな。はい、こんにちは。ショートボブ専門美容師のミッチーです。 YouTube やるそのワーク in 名古屋、よろしくお願いします。本日のお客様のボコさん、はい、ね、お願いします。ありがとうございます。名古屋出張に、はい、今日カット、はい、で、まあ、LINE で少しお聞きした感じだとなんかパーマ、うん、残りがっていうところはね、お伺いしてるんですが、まあ、今のお悩みだったりご希望だったりとか、はい、全部受け止めます。2ヶ月ぐらい前にパーマをかけて、それまでは肩からちょっと浮くぐらいのくるくるのパーマをかけてた。あ、なるほど。もう1個前の時にちょっと短めのくるくるパーマにして、そしたらこっち側が変な風に跳ねちゃって、短いからこうなっちゃうのかなみたいな話をして、もう雰囲気変えたいからくるくるをやめようっていう話をして、なんか後ろに流れるようなパーマをかけてもらったんですけど、なんか自分でうまくセットできなくてモサッとした感じになっちゃったっていうのと、この毛がピョンってしちゃって、アイロンを一生懸命かけて、かけた時はいいんですけど、もう家出ちゃうとこの状態になっちゃうし、まあ、今朝もアイロンされてきた。あ、してきました。もうがっつりしてきたんですけど、もう綺麗に晴れてますね。うん、雨だからっていうのもあると思うんですけど、まあ、確かにパーマを変えてから気になりだして、くるくるのパーマかけてる時もこっちのかかりが弱くて、こっちがくるくるにかかって、なんかちょっと強さを調整してもらって、同じようにかかるようにしてもらったりとかしてる髪の毛です。なるほどです。わかりました。パーマで悩んでる方っていうのもね、結構多いんですよ、うん、かけたけどうまいこといかなかったないし、ちょっと時間が経ってきた時に中途半端になっちゃったとか、まあ、そもそもかかりが中途半端だったとか、まあ、いろいろあると思うので、しっかり見させていただきたいと思います。はい、お願いします。ちなみに今日長さってどのぐらい切りたいとかあります？特にないです。この髪の毛がどうにかなるか、はい、もうお任せします。まとまりが良くなる。そうですね、はい。地毛は結構まっすぐめな感じですよね。まっすぐめ、生え癖強いですね。左がいつも跳ねる。跳ねます。うん、まあ、あのわりかし髪質は良い方、うん、量が多いですよね。そうですね。で、あの生え癖がちょっとあるんですよ、うん、こっちの毛はこっち生えてて、これはこう生えてて、うん、で直毛がゆえにそれがダイレクトに影響してくる、うん、癖気の人って例えばちょっとこう生えてても振り子のように戻ってきてるか、いい感じにこうなったりとか、ドライヤーでやったら髪がちょっと曲がってくれるんですけど、わりかしまっすぐ目だから、うん、生え癖はそのままダイレクトに影響を受けやすい、うん、プラス頭の形的にもこっちがへこんでたりとかして、うん、あとこっちの量が多いです。だから多分こっちがいつもパーマがうまくかかなかったり、例えばこっちが5000本、こっちが8000本とかあって同じようにかけると当然こっちの方が渋滞するし、うん、まあかかんないんですよ、うん、この辺少し気をつけた方がいいなっていう感じではある、はい。まあ、その濡れた写真を送ってくださった感じだと多分髪に対してちょっとパーマが中途半端なのかなっていうのはあるんですよね、うん、プラス流れるようにしてるんで軽いんですよ。ここ髪の毛っていうのは軽いとちょっと跳ねやすいんですね、うん、重いと落ち着くっていう原理があるんですよ。だから、まあ、その辺もいろいろ相まってるのかなっていう感じ、うん、切っていいのであれば中途半端に残ってるパーマの部分は切った方が、例えばこのぐらいとかでも切れば切るほど楽にはなりそうだなっていうのはある、うん、濡らしてみてもう一回判断はするんですけど、うん、まあ、いわゆるシンプルなショートヘアですね、濡らしてった方が今の状態からだったらいいなっていうのもあります、はい、例えばパーマ落としみたいなのしてもいいんですけどってなると次パーマかけるときにまたこの部分がダメージが起こってたりとかするから、まあ、あんまりおすすめではないかなっていうのもあるし、まあ、まあ切ってショートヘアにしてしまう方が昔この辺のダメージもおさらばできるし、この方がいいんじゃないかなっていうのはありますね。はい、うん、じゃあ切っちゃっていいですか？いいです。それでもちょっと残りそうだけど、まあなんとかうまく、はい、今よりはやりやすくなるように、はい、こんな感じで、はい、まとまりやすく、はい、させていただきますので、お願いします。では、はい、カットしていきますね。はい、まあ、濡らしてみて今率直に思ったのは、やっぱりちょっとパーマが中途半端ですね。中途半端プラスカットラインが結構動きを出そうとしているので、うん、長さの違い、うん、レイヤーっていうのがあえて入ってるんですね、うん、だからもうちょっとパーマしっかりかかってたのが多分良かったのと、少しパーマがかかってるのが髪が動くじゃないですか、うん、で動きやすいように切ってあるからなんかまとまりにくいかなっていうのがあるので、はい、パーマの部分を全部切り落とすことはもちろんできないし、そこまではしなくても毛先を3、4センチぐらい切って厚み
出してあげれば自然にこう気に入るぐらいの感じにはできると思います。はい、まあ選択肢としてはもっとしっかりパーマをかけるか、うん、まあ、切ってまとまりに出すかっていう感じにはなるので、はい、まあ、一応格好だけってことなので、はい、その方向で、はい、はい、まあ、あんま好きなんですか？軽くの方が楽だった。あ、洗面台に顔突っ込んでここだけ濡らしてでバームつければできちゃうから。確かにくるくるに慣れてる状態で弱いのやるとちょっとまた勝手が違って分かるかもしれない。余計戸惑いました。じゃあ話をしていくんですけどありがとうございます名古屋に、わざわざ正直予約回んなかったらどうしようとか、うん、一件回んなかったらどうしようとか思ってたんですよいやなんか速攻連絡がかかったからいつも9時前には寝落ちちゃうんですけど。9時前に寝ちゃうんですか？もう疲れて寝落ちちゃうんですけど、あの日だけはたまたま起きてて、うん、YouTube だらだらもうあと少しで寝落ち障害で見てたら、うん、名古屋サロンワークって、うん、速攻ラインしますこの日はお休み取れるわと思って、休み取れるわ、翌日すぐに申請しました、うん、ありがとうございますでも多分待ってた人いっぱいいますよね、うん、もう待ってたから夜まで約埋まっちゃったから終わって1時間後の終電に乗らなくてせっかく名古屋来てご飯美味しいのに。ああ確かに今回何にも食べれなかった惜しいホームに多分きしめんがあります。やっぱりさっきの方も言ってたんですよ、ホームのきしめん美味しいです、うん、それがその時間までやってるのかわかんないですけど、あ、8時8時閉店、ショートヘアは最近の紹介はやっぱりレガルの方が可愛い感じで、手先のシャギー感とかが出てくれるのと、すごい、前髪ってどんぐらい切りたいですか？ちょっと前髪の髪だぐらい、いつも隙間が開くところがあって、ここら辺、あ、ここに配布されますもんね、このパンってなる、乾かすときにちょっとこの毛をこっちに、この辺はちょっとこっちに、このパカンってなっちゃうところをこういうふうに乾かす、こうするとちょっと軽減します、はい、こんな感じで、はい、なんかまとまりそうな雰囲気がね出てきます、はい、生まれも育ちも名古屋ですか、うん、名古屋愛知、もうちょっと田舎名古屋以外は田舎って思ってます駅周辺だけちょっと栄えてるぐらい、あ、名古屋方面の友達が私の家の方に迎えに来てくれて、はいはい、で家の近所のコンビニに精米機が置いてあって、通車場精米機分かります？ああ、はいはいはい、お米のね、お米の精米するやつ、あれが銀行の ATM みたいな感じで通車場が置いてあるんですよ。マジ？それで爆笑されて、コンビニの中入っても、うん、なんか野菜の種とかが売ってて、種卵の自販機とか、卵の自販機、それ賞味期限とか大丈夫なの？あ、多分入れ替えてる、しかも落ちてきた衝撃でなんか、なんかロッカーみたいな、あるあるある、都会すごいな、こういうの知れるだけでもワクワクします。私もそうやってたらワクワクします。あ、逆にね、逆にみんな東京怖いって言いません？新宿は怖いです。新宿、何怖いですか？ちょっと食いつけクリスマスに行ったの、大学1年生ぐらいで、はい、めちゃくちゃ絡まれて、絡まれる、なんかバラ一本持って、お姉さん一緒に今から飲みに行こうよ、あーなんかね、あとなんか行きたい場所に行けない、めちゃくちゃ遠回りする、この改札どこやねんみたいな、確かにあっという間にやっぱりはい、最近キヨを買ったんです。あ、本当ですか？ありがとうございます動画見てどうですか？あ、めっちゃいい、めっちゃいいっすよね、うん、で夜、うん、お風呂入って頭濡れるじゃないですか、はい、朝も寝癖がすごいから、うん、頭全部濡らすんですけど、うん、2回ともつけて大丈夫、大丈夫です、濡らしたらつけて大丈夫です、わかりました。ドライヤーの熱から守ってくれるし、サラサラになるし、乾いた髪にも、ね、もちろん使えますけど、まあ、基本的には揮発性のシリコンなんで濡れた髪につけて、あの飛ばした方がいいです、はい、で、まあ、今日のスタイル的には、まあ、自然に収まりよくっていうことなので、内巻きになりやすいように切っております。はい、ちょうどこの毛先たちが全部こう、うん、こう収まってきて、形がちょっと動いてもらうと良くなるようにしておりますので、うん、はい、まあ、動画でもいつも言ってるんですけど、下の毛前にガーッと、はい、こういう感じで乾かしてもらって大丈夫です、はい、でここが多分ちょっとはみ出してるから、ここが少し引っ張った方がいいですね、はい、
ピント張って乾かせば、うん、それで変に癖多分出ないんで、これで、はい、どうでしょう、うん、もう今本当ドライヤーで乾かしただけですから、はい、こんな感じなんで、うん、まとまりはだいぶやすいと思います、はい、まあ、軽くアイロン通せるとよりいいですけど、やんなくてもいいです、はい、ちょっと変にこうピョンと跳ねちゃったりとかしたらアイロンでこう、うん、まあ制圧するというか落とせばいいだけなんで、はい、ヘアバンド黒髪なので束感結構出やすいですから、1円玉でよく伸ばして指の股にもこう伸ばした方がいいです、うん、で今までパーマの時って多分こうやってたと思うんですけど、うん、っていうよりかはこの手ぐしですね、はい、下からこう手ぐしをこう通して、うん、耳周り中心にこの辺にあまり、うん、ここにしっかりサバ缶があると重い感じにならないんですよ、うん、なんかヘルメットっぽい感じ、うん、前の目にもちょっと刺さってこうつけて、うん、少し透け感が出るようにした方がいいです、うん、あまり揃わないように切ってるんですけど、うん、ここにいっぱいついてるんですよ、うん、最近のショートヘア特に、はい、このここそれにたっぷりこうつけて耳当てとか頭がこうやってできるじゃないですか、この感じがやっぱりあるとすごくいいです、はい、で上からちょっとかぶってくるみたいな、画像で見るヘアスタイルっていうのは大体耳にかけてることが多いので、はい、これ撮るとまたなんかキングオブまとまりスタイル今どきな感じみたいな感じ、まあ、シンプルなショートヘアですけど、うん、最近はもうマスクするから小顔が出ないので、ね、よくもある、うん、マスクのおかげで完全に小顔効果が出るから、はい、確かに邪魔だったのかってやっちゃってても全然いいと思います、はい、そんな感じで、はい、見てみてください、はい、ありがとうございます、はい、お疲れ様です。